Yo! ファンキーズゲーム!どうも、ファンキーズのコングでーす。プロスピエス無課金必見、爆速で S ランク極める方法編 !2 週間で極める。さあ、唐突に始まってしまいました。今回は爆速で S ランクを極める方法をご紹介します。動画の最後には、スターロード累計報酬のベストライン&タイトルホルダー第2弾契約書も開封していきますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。早速結論こちら。丸1、 A ランク、 B ランクと極みにしたい S ランクでオーダーを組む。丸2、 V ロードは星6でひたすら回す。丸3、 B ランク、レベルマックスは経験値に変換する。丸4、 経験値×丸々倍を使う。丸5、A ランクでこれはダメ絶対。丸6、限界突破のタイミングを見極める。丸7、 A ランクが手に入るイベントを走る。丸8、 OB ではなく現役選手を狙う。丸9、ガチャの狙いを半年スパンで計画する。今回紹介するやり方を実践すれば、極みの選手を爆速で量産間違いなし。お気に入りの選手をゴリゴリ育成してオーダー強化していきましょう。と、その前に、レベル1から極みのレベル75までは経験値が 78,960 必要となりますので、覚えておいてください。丸1、 A ランク、 B ランクと極みにしたい S ランクでオーダーを組む。これに関しては皆さんやっていることだと思うのですが、 V ロードや各種イベントで試合をする通常オーダーに関しては、最低ライン試合に勝てるスピリッツで全く問題ないので、基本的にレベルマックスの選手をオーダー入りしてはいけません。なんなら試合に勝つ必要がない、経験値だけひたすら稼げればいいという判断であれば、オール B ランクなどでも問題ありません。注意点としては、脳死状態でひたすら試合をしていて、レベルマックスになったのに気がつかずに経験値を取りこぼすのだけは避けましょう。丸2、V ロードは星6でひたすら回す。これはコング個人的なおすすめですが、 V ロードは参加するレベルが星1から星8まであり、レベルによって1試合での獲得経験値や日本一達成報酬が変わってきます。星6がおすすめの理由としては、星5から星6で日本一の達成報酬が上限100から200へ増えるというのと、獲得経験値が1段階上がるということが挙げられます。スピリッツ6万から7万くらいのオーダーが組めるのであれば十分に勝てるので、相手チームのスピリッツとバランスを見ながら自動試合と自走作を使い分けてみてください。ちなみに、まさに今2022シリーズ2が佳境に入り、2023シリーズ1まで残り1ヶ月ちょっとみたいなタイミングでは、日本一達成報酬の S ランク契約書などは獲得してはいけません。ゲットせずに V ロードの参加レベルを変えてリーチ状態で放置しておくのがポイントです。丸3、 B ランク、レベルマックスは経験値に変換する。 B ランク選手は特訓や特殊をはじめ様々な使い道がありますが、今回は爆速で極めるのがゴール。レベルマックスの B ランク選手は経験値に変換して極めたい S ランク選手のレベリングに使いましょう。ちなみに B ランクのレベルマックスは経験値変換すると2936、レベル75まで育てるには B ランクレベルマックスが27人いれば到達する計算です。丸4、経験値×丸々倍を使う。現在開催中のプロスピグランプリも該当しますが、開催中のイベントによっては経験値丸々倍とできるものがあります。最大 1.8 倍で、単純に極みまで育てる日数が倍近く変わってくるので、爆速で極めたい方は経験値×丸々倍一択です。丸 5A ランクでこれはダメ絶対。さあ、ここからはさらに重要性が高くなります。プロスピをやるにあたって一番重要なのは、実は S ランク選手ではなく A ランク選手です。これに関しては限界突破に直結してくる部分となります。A ランクのレベルマックス選手は同じ選手の S ランクが手に入った時に特訓に使えば限界突破できるので、絶対に保管しておいてください。 A ランクミキサーだけはダメ絶対。
ただひたすら保管をしているだけだと特訓などが回らなくなってくるという課題にぶち当たりますので、その際は選手の取捨選択が必要。 S ランクを引いたとしても使わないなという選手は特訓に、 S ランクを引いたとしたらオーダー入り間違いなしという選手や、能力がそこまで強くはないけど将来性抜群な選手や、シーズン活躍して次のシリーズから大幅能力アップが期待できる選手などは必ず取っておきましょう。コングはロッテのキャッチャー松川選手や中日の岡林選手を将来性抜群と判断して保管しています。あ、ちなみに現役ではない OB 選手などは問答無用で保管しておいてください。来年以降再登場した時にも使えます。丸6、限界突破のタイミング。さあ、これはコングが実際にやった成功例と失敗例でご説明します。まずは失敗例、こちら巨人の大勢選手を見ていただきたいのですが、超3レベル73と極み目前、ただ A ランクを1枚も持っていないため完全に塩漬けとなっております。これの何が失敗かというと、超3の大勢を持っているということは、限界突破を全くしていなかったら今手元には S1 枚と A3 枚の耐性があったはずです。さて、この状態で2023シリーズ1の耐性をゲットしたとします。2023シリーズ1の耐性を限界突破しようとした時に超3の耐性をぶっ込むと継承という形となり、2023シリーズ1の超3の耐性が出来上がります。一方で限界突破をせずに保管をしていたのであれば、 S1 枚 A3 枚の耐性をぶっ込めることになります。そうすると超4になりますよね。これです、これです。この凸1の差がでかい。つまり結論としては、 S ランク A ランク合わせて5枚が手元に準備できるまで一切限界突破はしないでください。ちなみに成功例、広島前田、これが正しい姿。丸 7A ランクが手に入るイベントを走る。さあ、ここまでの解説で A ランク選手の重要性は十分にご理解いただいたかと思います。つまり A ランク選手をゲットすればするほど極みへの近道、各種イベントで累計報酬を獲得後もひたすら走り続ければ A ランクを何枚も手に入れられるようなイベントは、エナジー全突破の勢いで走り続けましょう。一番有名なのはドリームキャラバンです。これは実際に1月に行われたキャラバンのコングの結果ですが、ガチャ30連分の750エナジーを消費してキャラバンを走り続けました。その結果 S30% 契約書を7枚、 A 契約書13枚、 B 契約書51枚を獲得できました。ガチャ30連の場合は B ランク以上の枚数が30枚ですが、キャラバンで750エナジーを使うと B ランク以上の枚数は71枚に、2倍以上。イベント更新が行われた際は必ず累計報酬を確認し、走り続ける価値があるのかを見極めて必要な時はひたすら走りましょう。丸 8. OB ではなく現役選手を狙う。これに関してはもう効率のことだけを考えた意見になりますが、 A ランクをひたすら集める作業は通常排出される現役選手のみにしか通用しません。無課金で極みの選手を量産したいなら、現役の強い選手でオーダーを固めて、イベントの累計でたまたまいい OB 選手が当たった場合にのみ限界突破コーチをぶっ込んでオーダーをやりくりしていきましょう。ただ個人的にはプロスピで一番テンションが上がるのが好きな OB 選手が手に入ってドリームチームを組むことなので、まあここはもう好きにやっちゃえばいいんじゃないですか。ある Q、 ガチャの狙いを半年スパンで計画する。無課金が引くべきおすすめのガチャは6月のエキサイティング、10月11月のアニバーサリー選択契約書付き福袋、そして3月のグランドオープンなどなどが挙げられます。エナジーはしっかりとやれば1ヶ月で1000近く貯めることができるため、引きたいガチャの狙いをあらかじめ定めて計画を立てていきましょう。そしてその狙いのガチャの余りのエナジーでキャラバンなどとにかく走るイベントに使ってください。ベスト9、ワールドスターなど誘惑たっぷりのガチャは歯を食いしばって我慢しましょう。あ、各イベントの累計報酬は必ずゲットしてくださいね。以上ポイント9つ解説しましたが、これを実践すれば爆速極み完成も間違いなしです。
ちなみにコングも実践してみました。 OB 第4弾の広島前田が登場した時に大好きな選手だったため、イベントのバッティングトラベラーを走ってランキング報酬でゲットすることを決意。1月20日に A ランクの前田をゲットし、そこから育て始め、先ほどご紹介した通りのやり方を実践。通常の V ロードの経験値のみでは1試合あたり130しか得られないので、78,960 経験値を達成するのに607試合もかかってしまいます。毎日自然回復で15試合消化したとしても、極みにするまで約40日かかります。しかし、先ほどの方法を実践し、撮影している2月6日現在、前田の A をゲットしてから17日目にして、レベル75を達成しました。なかなか早いですよね。あとは特訓をマックスにすれば極み、オーダーに入れるのが楽しみだ。最後、まとめです。丸1、A ランク、B ランクと極みにしたい S ランクでオーダーを組む。丸2、V ロードは星6でひたすら回す。丸3、B ランクレベルマックスは経験値に変換する。丸4、経験値×〇〇倍を使う。丸5、A ランクでこれだけはダメ、絶対。丸6、限界突破のタイミングを見極める。丸7、A ランクが手に入るイベントを走る。丸8、OB ではなく現役選手を狙う。丸9、ガチャの狙いを半年スパンで計画する。以上、無課金必見、爆速で S ランク極める方法紹介でした。それではお待ちかね、ベスト9&タイトルホルダーの累計開封いきたいと思います。ヘルピーさん、レッツゴー。はい、こちらヘルピーです。ではね、スターロードの累計報酬のベスト9&タイトルホルダーの S ランク契約書を引いていきたいと思います。まあ狙いの選手というかね、今回は第1弾と第2弾でケンシロウとコングが神引きしちゃってるんで、まあ僕も引きたいですよね、まあ、ということは第2弾となるとやっぱり僕も山本選手、まあコングが引いちゃってるんですけど、僕も引きたいと思います。そこ、まあ狙いそこ1点いきましょう。さあいきます、山本選手一択お願いします。いやー、来てくる流れ、もう最近散々なんだ俺のガチャの流れは。跳ねます、山本選手一択一択一択、まあ、最悪マーキー、ああかんかんかん、完全にフリーズしてました。いやー、中継ぎ枠揃ってるんですよね、厳しい。岩佐選手、今年も去年同様頑張ってください。それではね、累計契約書で神引きをしたいという方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは今日はこの辺で、レッツファンキー。